マリーン・ヘギーは、アメリカ合衆国の元女子、プロゴルファー。1950年の全米女子、プロゴルフ協会設立に携わった13人のうちの一人で、ある。ルップがツアーで、メジャー選手権1勝を含む通算26勝を、挙げた。世界ゴルフ殿堂のメンバーである。サウスダコタ州ユリーカで生まれ、アマチュアゴルファーとして、頭角を表していった。 3歳でゴルフを始め、10歳の時にロングビーチ、シティボーイズジュニアで優勝した。13歳にしてウェスタン及び全米ジュニア選手権、ロサンゼルス女子シティ選手権、パームスプリングス女子選手権、ノーザンカリフォルニアオープン、インディオ女子インビテーショナルで優勝。1947年、13歳で全米女子オープンの最年少予選通過選手となり、8位でフィニッシュした。 1949年、15歳で AP 通信アスリートオブザイヤー、ゴルファーオブザイヤー、ティーンエージャーオブザイヤーに史上最年少で選出され、全米女子ジュニア選手権及びホワがジュニアのタイトルを獲得した。1950年にルプガを創設した13人の女性の中で最年少メンバーであり、ルプガツアーの史上最年少メンバーでもある。彼女の姉。 アリス・バウアーも創設者の一人である。1952年、サラソタオープンで初優勝を飾る。その後も勝利を重ね、メジャー選手権である全米女子プロゴルフ選手権を含め、ルプがツアーで通算26勝を挙げた。メジャーを制した1956年には8勝して、ルプがツアーの賞金女王にもなった。2002年、ベテラン部門でルプがツアー殿堂入りし、 正式に世界ゴルフ殿堂入りを果たした。ループがツアーへの最後の出場は1996年であった。1961年6月18日、CBS のゲーム番組、ホワッツ・マイ・ラインに出演している。1955年、姉、アリスの元夫であるボブ・ヘギーと結婚。彼らは1964年に離婚した。1995年、元、 PGA、e、ツアーのゴルファー、アーニー・ボスラーと結婚2013年2月16日に彼が死去するまで添い遂げた。夫妻は彼女が未亡人となった後も暮らしたカリフォルニア州ラキンタに住んでいた。1サドンデスのプレイオフ1ホール目で決着。ありがとうございます。